そのような形の中で、次に、攻撃受け、すなわち攻撃に転じるというような形があります。下段腹に構えて、相手に上段をついてきます。まっすぐについてきます。その中で、受けながら、電腕を使いながら、脇の下あるいは関節ですね、肘の関節を叩き折る、そういう意味で、強い攻撃の技と変化していきます。あるいは中段ついていきます。その中でしっかり、上から斜め上から下に、叩き折る、前腕を使って叩き折る、あるいは、手首あるいは肘の関節を使って、叩き折るようにぶつけてください。次に、一般的に人受けというのは、中段をついていきます。受けの人受けというふうに解釈されますが、もう一つの方法としては、人受けの最初の構えが受けにつながって、それから攻撃に転じる人打ちというふうな形で、練習すると強い受けにつながると思います。